でもあるライオン。ライオンが身を隠しやすい林はとても危険な場所です。しかし目的地を目指すゾウたちはここを通り抜けなければなりません。赤ちゃんを連れた家族も用心しながら進みます。いました、ライオンです。悠然と草むらを歩いています。自分たちの縄張りに獲物が入ってくるのを待っているようです。ゾウのリーダーはその中を進むことに決めました。ライオンはじっと座って